はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィットハイブリッドです。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、オフ会の続きということで、もうちょっと今雨がねパラパラ始めてきたんで、早速外装の方見てみましょう。フィットハイブリッドというわけで、ボンネットだいぶ変わってますけども、あれ、スプーンさんの、あ、これもボンネットごと変えてるんですか。そうそう、あ、じゃあお高いボンネットが、これなんか高そうですねそこそこしそうな、だいぶこれで車両重量変わってきますもんね。そうですね、フィットタイプ R 的な感じになっておりますが、やっぱねこのカーボンの、これ本当のカーボンのやつがついとるということで、いや、かっこいいですよね。でこれジェイズさんのところのステッカー貼ってます。これね、スポイラーは純正なんですよね。横から見たらこんな感じです。これなんか良さげな良さげなホイール、ジェイズのね、ボルクレーシングの、はい、TE37 の SL のですね。うん、はい、あえてこれインチダウンしてるんですね。そうです、15インチにしてて、はい、これってなんか15インチにするとなんかあるんですか。見た目ですか。見た目もやし、まあまあ、チャレンジ 1.5 のレギュレーションは15インチやからね。ああ、そういうことなんですね、うん、じゃあそれに合わせて15にしてると、はい、へえ、こだわり。あ、やっぱね、白黒、フィットちゃん、なかなか綺麗ですよね。やっぱね、すっきりしていいデザインだなと思いますね。ね、実はこれね、純正なんですよ。結構いかついでしょ？ひょっとして、お揃いの。いや、それは、ね、どこやったかな？それも本物のカーボン、はい。あ、これも本物のカーボンを。これなんかちょっと変わります？いや、変わらない。本当に走ってる。気持ちの問題という感じですね。ああ。このステッカーチューンが、このサイズ感がかっこいいですね。うん、なかなかバランスが取れて、いい感じのフィットちゃんですよね。はい、これがね、ジェイズさんの、フルチタンの、マフラーがついてるということで、あ、だいぶ下回りも変わってるな。結構大人っぽくていい感じの、めっちゃうるさくなくていいですよね。じゃあちょっとすいません、お邪魔しますという前に、すごいレカロシートになっとるちょっとお邪魔します。おお、結構ところどころにね、カーボンが使われたパーツを使ってるということで、このハンドル、でもこれってエアバッグは、はい、ここだけ外れるんですか。そうです、そうです。純正を加工してもらって、オーダーしてもらって作ってます。純正を、そんなことができるんですね。カッチカチやわ、カッチカチお気に入りポイントどっかあります？内装でも。あ、お気に入りはやっぱホイールですね。あ、ホイールが、うん、あんまりこのサイズではめてる人は少ない。そうですよね、うん、なんかタイプ R 乗ってる人もわざとインチ落として、うん、なんかそっちの方が最高速出るとかいうそういう噂があるっていうんで、まあ、わざと落としてる。実際は軽くなるからね、バネ下重量が軽くなるから。そういうことなんですね、うん、はい、いかがでしたかね。なかなかのルックスでしたよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットハイブリッドでした。じゃあね、もう一周。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、モデュキチさんの車をご紹介します。早速外装の方見ていきましょう。フィットモデュロスタイルということで、いや、珍しい車がね、オフ会に来てましたね。こちら、実は女性の方がオーナーさんということで、どうも、はじめまして。はじめまして、モデュキチです。よろしくお願いします。モデュキチさんのモデュはモデューロのモデュなんですね。そうです。
これあの顔がかっこよくて一目惚れして買ったということ で、どの辺が外装で今気に入ってますか。顔に惚れての指名買いなので。あ、そうなんですね、うん。まあ、これちょっとやっぱ違いますよね。このなんか刃のようなこう、ね、メッキ使いとかね、下にこうグッとこう張り込んだデザインがね、結構ねこうスタイリッシュに見えますよね。横から見たらこんな感じです。サイドガーニッシュってあれ最初からついてましたっけ。いや、これ無限です。あ、これ無限に変えてるんですね、はいはい。サスペンション変えてるんでしたっけ。サスペンション無限に変えてるということで、まあ走りもね、あの結構、攻めてる感じのモデュールスタイルになりますね。これこういうのも、そうですね、あと、はい、シルクブレーズでしたね。あ、これ社外品でこういうのがあるんですね。見つけちゃったホンダのそれは自作パーツです。これ自作なんですか。です、なんかボタン的なねじ込んでるんですか。僕あの鍵穴ここだけが、ね、はいはい、おへそみたいであんまり好きじゃなかったので、はいはい、なんとか隠そうと思って。でなんかこうこういうホンダのパーツが、ホンダのね、はい、あの iPhone ケースに、ああ iPhone ケースエンブレムがついてたのでそれで型取りをしてレジンで作りました。型取りしたんですかこれ。そうです。結構手間かかってる。手間かかってる。結構かかってる。いやほんまあのフィットね、ここポチッと押すだけで開くんで、うん、結構便利ですよね。ほとんどこれ使ってる人いないんじゃないですかね。使う道があるのかな。ね、使う意味が分かんねえよみたいな。でこれね、これ結構つけてる人いますよね。そうですね、結構多いですね。あ、カーボン調の。そうですね、それは。もともとガラスでしたよね。そうです、そうです、ガラス。これつけると、実際、こう、視界性ってどんな感じなんですかね。いや、全く影響ないです。あ、影響ないですか、うん。ほんまや。ちゃんと見える。ちゃんと外が見える。ほら。あ、ほんまや、これ視界性も確保できてるな。ちょうどここが見えるんですね。意外と全然なんか視界悪い。これ考えられてる、すごい、これ。え、これアマゾンとかで買えるんですか。アマゾンです、アマゾンクリック貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。あれ、これは変わってますよね。完全に変わってますよね。あ、無限に変わってる。無限に変わってます。モデューロに無限をつけてる感じなんですね。モデューロ無限カスタム。ああ、ノーマルのお尻があまりにもノーマルやったんで、うんうんうん、買った時からお尻は絶対いじろうと思ってたので。これでも色が結構ぴったり合ってますね。うん、お塗装は純正塗装してもらってるんで。これは光るんですか。光ります。アリアホグ 赤く光るんですね。これなんか気がつくか気がつかんかぐらいのカスタマイズ。こういうカーボン調のこれ上から貼ったんですか。これは上から、うん、つけてもらってるけどカーボンです。あ、元のやつにこう貼ってるような感じなんですね。そうですね。あ、なるほど。テールランプも変わってるわ。もう気がつかへん。これ、あ、なんか、あ、はいはい、なんか映えるやつねこれ。あ、ジャズ、蓋、ちょっとじゃあ運転席見させてもらっていいですか。これ中もちょっといじってる感じですか。そうですね、ちょっと黒に差し色で赤を。ああ、そうか、あのモデュロスタイルってもともと真っ黒ですもんね。真っ黒でシートも黒くて結構黒で統一してかっこいいんですけど、赤をね、ところどころ、あ、これはそっか、上のシートに乗っけてあるんですね。ちょっと小さいので純正のシートだとガタつくので。なるほど、女性ならではの悩みですね。え、これなんか作ったっぽいぞこれ。これなんか作ったっぽいぞこれ。そいつら、あの1号機から3号機まで。あ、すいません、勝手に触っちゃって。大丈夫です。ないか。お、すごい、これ3台。これももう手作りで。手作りです。へえ。売ってないですもんね、モデューロスタイル。売ってねえのを作るという。これ色も全としてる。あ、ほんまや、赤いタワーバーが入ってますね。え、やっぱこれでもだいぶ違いますかね、なんかボディ構成が。気持ち違うような気がするっていうぐらい。そうですね、僕もあのエンジンオイル変えたらなんか今日は走りええなっていう感じますもんね、うん、プラスボタン。気持ちですよね。あ、すごい、カーチューン、ミンカラなどなどしてあるんですね。モデユキチさん、実はこんな綺麗な女性の方でした。ぜひ、SNS、登録してくださいね。
はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、オフ会ということで、車の方を見させていただきます。早速外装の方を見てみましょう。フィット3ハイブリッドということで、結構、様子がおかしいですよね。こちらね、先ほどちょっと映っていただいたのは那珂さんの車です。改めもう一度見てみますね。いや、すごいですよね。さっきちょっと喋ったことをもう一回喋ってもらうというこれですよね、このリアスポイラー、これを一回ちょん切ってつなげて、なんとかフィットに合わせたという。よく見たらやっぱこういうとこも変えてるんや、すごい。そっか、普通はこのハニカムのね、こういうプラチッキーなデザインなんですけど、これ結構メタル感があっていいですね。でこういうのも上から貼っつけてるだけということで、結構アマゾンでこの辺のパーツ売ってるみたいですね。こちらなんかお気に入りポイントってどの辺でしょうか。そうですね、まあ黒に、メッキを少しだけ入れ出したところ、はい、もう止めどもなくメッキと赤いラインで、そうですね、黒をメッキ赤で、まあ、中も外もなんですけども、その3色でですね、まとめてしまおうかなということでやっています。赤が結構ピッと効いててかっこいいですよね。ありがとうございます。もう樹脂っていう樹脂がね、全て隠されてるという感じですね。あ、そうや、ちょっとライトをつけてもらって、これ、はい、夜は分かんないですね。夜でライトつかないんですよ、はい、実はここが七色に光るという、ね、あーちょっとつかないんでね、夜つく感じです。こちら夜つく感じですね。リアがね、結構変わってますよね、テールランプが。ええ感じですね。ちょっとでも走ってたら怖いかな。このフィットに後ろ疲れたら、ちょっと道譲っちゃいますよね。で、さっきこのモデュキチさん、はいはいはい、もうこれ貼ってたんですけど、これ意外と中からも視界性が良くてびっくりしましたね。こうなんか普通、こうね、塞いでて見えないなと思うんですけど、ちゃんとね、後ろ見えますんでね。車高はちょっと下げてるんですかね。少しだけ。はい、あれなんかホンダセンシングがね、あんまり下げすぎると反応が悪くなるとか言うんで。まあ、基本はなんかギリ車検がいけるというような感じのフィットちゃんですね。はい、男ですね。これリアのね、4本出しのマフラーね、右側しか出ないという、左側はねダミーだということですね。内装の方を見てみましょう。うわ、すごいわこれ。お邪魔します。あははは、すごい、こんな感じです。すごい怖い、すごい、すごい怖い。こんなんあるんですね、はい、これフィットぴったりの。これもそうですね、フィット専用なんですね、はい、これはなんかこう滑り止め効果というか絨毯的な。そうですね、こんなん売ってるんや。夏場には暑苦しい感じがしますけど。すごい、反射がねないんで。あ、なるほど。あ、確かにね、あ、ここ黒ですけど確かにこう反射しますね、はい、運転してたら。でハンドル、おお、これもなんかね、プラスマイナスのやつに。あ、そうですね、なんか長いパドルシフト。そうそう、パドルシフト、パドルシフトになんか長いやつつけてますね。わ、ほらこうなってるんか、赤いシャーって感じ。マット一つにしてもね、これ意外と高いですよね、この。そうですね、まあけどね、割と全てが安上がりでいってるんですよ。でもこれだけ安上がりって言っても、これだけつけるとね、結構いきそうですけどね。まあ、そうですね、だから、ま、マットなんかでもほら、万単位とかしますけど、はい、2,000〜3,000円の。あ、そうなんですか、これ、はい、へえ、こんな感じで 2,000〜3,000円には見えないですね。最近ね、やっぱ安くていいの出てますからね。こういうところも地味にカスタマイズ。そうですね、この辺はあの竹さんの紹介の。そうそう、なんかヤック株式会社やったかな、ね、はい、あそこのパーツすごいですよね。ここですけど、あ、そうそう、これもね、こっちドリンクホルダーないんですよね、フィット。でサイドのね、ゴミ箱もつけてたんですけどね。あ、ここにね、なんか、はい、肝臓みたいなやつ、はい、あれは取っちゃったんですね、はい、後ろもこんなになってる。あ、そっか、これはこういうカバーなんですね。へえ、本当にエプロンタイプですぐに作っているやつ、ね、この辺もアマゾンで買えちゃうんですか。そうです。これいい、肘置き。これね、結構初めからつけましたけど、ね、すごいふかふか、いいですよ。高さもあるしね、なんかちょっとしたポケットもあるし、まあ使わんと思うけど、はい、そうです。あ、こんな感じでベルトで簡単に止めてるだけなんですね。
え、あの箱は気になる。すごい。何やろ、この箱気になる。これ何が入ってるんですか、これ。あ、それね、あの、今日の着替え入れてきた。あ、着替えですか。なんか工具的なものが入ってるかなと思うんですけど。ベルトもこんなんしてる。すごい。もう徹底してますね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィット3の RS です。はい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 、今日もやってまいりました。今日もね、オフ会の続きということで、早速外装の方を見ていきましょう。はい、やってきました。あの、すいません、いきなりちょっとテンションがね、テンション高くて、すいません。あの、クーチャーさんのお車でございます、はい、どうも初めまして、今日はよろしくお願いします。ペコリーというわけで、これすごいですよね、 RS ね。いやいや、これだいぶ様子がおかしいですけど、何もしてねえことないですよね。すべて突貫工事で。これだいぶだいぶ出てますよね。これ出ますよね、もうギリギリライン。あ、ほんま、あ、出てるようで出てない。いや、出てるかみたいな。こんなん余裕でするでしょう、これ。いや、まあ作りますけど。一応消耗品なんで。ああ、僕の中ではなんか置けそうですよね、タバコ1個ぐらい。置けそうなスペースが。ホイールかっこいい。ホイールはステルスレーシング。あ、ステルスレーシング。あれ、フィットって四つ穴でしたっけ。四つ穴です。すごい、なんかちょっとクラシカルな昔のね、ホイールってこう結構リムが、はい、ありましたよね。お友達に譲ってもらいました。あ、いいですね。そんな友達欲しいわ。スポイラーが、スポイラーオンスポイラースポイラーオンスポイラーじゃないですか。ダブルウィング。ダブルウィングじゃないですか。空力を無視した。こういうステッカーは、はい、ご自身で。これは僕が一応、はい、まあ名前が Q が入っとるもんで。ホンダ等ですが、何か。いただきました。あ、こんなん売ってるんですか、これ。ね、これ貼ろうかな。この下の部分は、これは RS の純正ですよね。マフラーが一応書いてあって、うん、ゼロファイターの中間ストレートとリアストレート。結構いい音になります。やばいです。やばいですか。やばいですね。まあ一応やばいもんで、もうサイレンサーは常に。ではね、内装の方を見てみましょう。うわ、レカロ。あ、これもなんかレカロになってる。ちょっと座らせてもらっていいですか。では、お邪魔します。俺のケツじゃ、ちょっと財布抜く感じで。あ、これで今、フィットですね、今フィットします。大きめのね、エンブレムがありますね。で、マニュアルということで。これ、レカロってこうなるんでしたっけ。これはリクライニングできますね。これできるやつなんですね。はい、エンバケットやもんで。あ、これ、おいくらぐらいしました、レカロって。これ僕は中古で買って。あ、中古で。2万5千円。安い。安い。ちょいです。そんな安いの。めちゃくちゃ探しました。あれ、2万5千円でこれ買えるんや。はい、やば。探しましたね。やば。欲しい。何年か探して。と思って。で、あの、元々のシートは、廃棄処分。今、リビングに飾ってそっか、でも捨てるとこ困りますもんね、パーツね、買えると。オッケー。では試乗の方をしてみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。あ、いい音鳴る。気持ちいい。やっぱ RS 気持ちいいですね。そうですね、出だしても結構いいし。あ、なんかバランス取れてる。今走っております。ゆっくり走っております。僕はあの高尾パークウェイってよく来られるんですか。いや、僕は今回初めて来ました。ああ、そうなんですね、はい、いや僕もあの家神戸なんでね、 あんまり普段来ないんですけど、はい、いや僕も三重県なんで。ああ、そうなんですね。結構じゃあ遠かったですね。遠かったですね。
これなんかいっぱいついてますけど。タコメーターと、はい、時計と電圧です。あ、時計なんですね、1個、はい、もうどれ見たらいいか分からないなんかピュンピュン動いててかっこいいなぐらいのもうインテリアの人ですね。夜かっこよさそうですね。夜は光りますね、はい。あ、すごい、なんかやっぱマフラーいい音鳴るわ。ちょっと音を聞かせてもらおう。らしい音じゃないですよね。風そちょっと高い音が、うんうん、音しますね。ちょっと音を聞いてみましょう。そうですね、あの最後、最後の方まで行っても全然行きますね。どうもありがとうございました。ああ、よかった。いかがでしたかね、RS。やっぱりね、人気ですよね。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、Fit3RS でした。じゃあね、ボーイシュ。